ก่อนนะครับพักก่อนครับมือครับขอถอดพ้นมือครับพักก่อนนะครับขอบคุณครับボルティア国王陛下、ジョコ大統領、マルコス大統領、節目となる特別首脳会議に皆様をお迎えできますこと、大変光栄に思います。ASEAN 設立開始しました。半世紀を経て、ASEAN は拡大し、統合し、世界の緊密に協力をし、地域の平和、安定、そして繁栄に、東京大津波、東日本大震災、コロナのパンデミックなど、我々は多くの試練、日本は ASEAN との信頼に基づき、これまで以上に緊密に協力、過去半世紀の日 ASEAN 関係を総括し、将来のための新たなビジョンと、具体的な協力を打ち出すため、It is my pleasure to welcome you.